旦過市場に北九州の名物が新たに加わりました。北九州市小倉北区の旦過市場に今日オープンしたのは、北九州名物かしわうどんです。1891年の創業で、 JR 小倉駅のホームの立ち食いうどん店として長年市民に愛されてきました。今回大規模な火災に見舞われた旦過市場一帯に賑わいを取り戻そうと、市場への出店を決めたということです。とても美味しかったです。やっぱり味は懐かしい味です。駅と同じ麺とかスープとかも全部こっちに持ってきてもらってます。もっと良くなる旦過市場になって盛り上がってもらったらいいなと思います。甘辛く煮込んだかしわともっちり柔らかい麺が特徴のうどんを味わおうと、オープン初日の今日は多くの客でにぎわっていました。